さっき前髪上げてておかしかったからさ、前髪濡らしたの。前髪してくれてたの？夜はね、前髪濡らしてくるけどドライヤーで乾かしたんだけどな。さてと、今日は新企画言ってたの。ずっとね、新企画10月からやるって言ってて、やっとできるんですけど。こんにちは。ちょっとやりたいと思います。ててなんでしょう。今さ、ここのかさぶたがさ、こんにちは、ではでは新企画、こんにちは。一曲というか一番だけ弾きたいと思います。新企画ギター工場ということで、こんにちは。ずっとやりたくて、ショールームでギターっていうの、そう、これ自前のギターなんです。純喫茶っていうか、今日けど久しぶりにちょっと弾きたい人、ちょっといけるかわかんないんですけど、あえてちょっとツイッターシェアせずに、ここで見てくださってる方限定で、限定公開、何も言わず限定公開をしたいと思います。こんにちは。先着なんかさ、今日さ、レモンのさ、試写会見だったっけ、ですよね。もう終わったんか、レモンの季節の、それっぽい感じで試写、そう、限定す、そう。いやなの、ギター好きだと、そう、試写会見っていうか MV 完成、そうじゃあ行きたいと思います緊張するな、この行きます。絶対これ、あと音合ってるから、行きます。何の曲でしょうか。あとこれ自動で、こんにちは。Thank you.
時あれ時は雨も降り涙も濡れると思い通りにならない日は明日やんばろうずっと見てる夢は私がもう一人いてやってみたいこと楽譜がちょっと途中暗くなってちょっと間違えちゃった。ありがとうございましたっていうのを朝の配信時にやりたいと思って、皆さんこれどこにも公開してダメですよ、まだ練習中なんでこんにちは、テロップ加工、こんにちは。なんかいつもよりも音がでかく感じる。フォローしました、ありがとうございます。こんにちは。いやなんかやっぱ緊張しますね、皆さんの前でやるってなるとヤナのギタープレイ初めて拝見です。わー恥ずかしい、ちょっと間違えちゃったから。ギター重くない、けどギターでも48の曲しか弾けないんですよね多分。こんにちは。オリジナル曲？オリジナル曲ね。ちょっともう一回弾きたい、ちょっと失敗したからちょっと今のじゃ聞かなかったことでちょっともう一回弾いていいですか、ちょっと悔しいから落ち着きます、ちょっと楽譜消えへん設定にしといて、ちょっと待ってね、ごめんごめん、
こんにちは。はい、じゃあちょっともう一回。こんにちは。ちょっともう一回だけちょっと引かせてください。いきます。いいですか、もう一回弾いて。こんにちは。新企画。いいね。道頓堀だってギターあるかな。こんにちは。なさそう。
なさそうやな。のこんにちは。暑い暑い、この日暑い。終わり。ちょっと電池しときます。こんにちは。以上試写会でした。わーこんばんちゃ。皆さんこのことはくれぐれも秘密で。わーこんばんちゃ。遊びに来たやっほー。1週間に変わりたいな。あらま、おはこんばんちゃ、おはこんばんにゃ。いや、いつかさ、どっかでも弾けるようになりたいから、こう人前でやる練習をしとかないとね。なので皆さんの前で。声質がいいですね。だって嬉しい。かわいそう。ありがとうございます。うん、なんか今日夜レッスンだから、ギターで弾いてほしい曲リプランで全然。お仕事中の旦那さんに言っちゃった。だから今日ね、あの毛布が、だからレッスン終わってからできたら配信します。こんにちは。そう、夜レッスンなのよ。頑張ってください。ありがとう。まあ、けどね、レッスンって言っても、あの今日は公演のレッスンじゃなくて別のレッスン。頑張る。ありがとう。頭を磨く。暑い。今日は、今日暑いですよね。昨日より暑い。今日フォローしましてありがとうございます。春巻き、まだ見れてない。春巻き、急に暑くなってきましたよね。また
たい。あ、そうだ、コハタンからの誕生日プレゼント皆さんに見せたい、可愛いから。なーちゃん、ついて溶けて消えちゃう？それはアイスクリームだよ。コハくんが誕生日プレゼントいただきました。おめでとう、ありがとう。こんなに暑いのにうちのワンコは毛布にくるまって寝てます。かわいい。ゆのもワンコちゃんになりたい。ワンワン、ワンコちゃんはなんか一緒寝てても許されるからいいよな。こんにちは。ぼっこりください。ゆなワン、ワンワンワン。ゆな、犬だったら犬種なんだろうね。チワワがいいかな。チワワ、チワワがいいかも。仕事頑張ってね、チワワ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 。またね。頑張ってください。ありがとうございます。今週、あ、もう公演の詳細、来週の公演の日程とまで出てないですよね。こんにちは、こんにちは。チワワかわいい。日程出てる？日程はか、メンバーまだか。学校は今日も授業はありました。三あくび、なんでのこんなあくび出るんやろ。てか聞いてください、な、153って言ってたじゃないですか。なんか公園を見てたらね、あれ、ゆなくんちょっと身長伸びたと思ってさっき測ってみたら多分155やっぱりあったんですよ。ゆなけど今年のね、今年のというか最近155って言ってたんで有言実行になりました。すごくない？2センチ伸びた。早川さんまた出なかった。155いい、ここ。80年代のアイドルみたい。お姉ちゃんはね160センチです。お姉ちゃんは高校に入って20センチ伸びました。20センチは持った、十何センチ。高1の時お姉ちゃん148やったのに
160まで伸びたんです、2年間で。ゆらくんは中学校から2センチくらい。いや、中学校から4センチくらいかな。そう、だからお姉ちゃん、ゆなと違って足長いんです。足だけが伸びた感じ。小さい方が可愛くて好きです。やったー。なっちゃん、あと数年で2メートルとは。仕事中にチラチラ、チキンさんチラ、こんにちは。暇じゃないよけど、できる時にやりたいなと思って、ショールームね。やらなければやらないこといっぱいあるんですけど。小さくてもいいのね、本当にね。小さいの、腕も短いし、手も小さくていうな。あのグローブあるじゃんか、グローブってあれ多分サイズみんな一緒なんかな、わかんないんですけども、グローブが最近踊ってるとき外れそうで困ってるんですよ、っていうことを衣装さんに相談してます今。すごい、足のサイズはね 23.5 って結構普通です。こんにちは。ココナさんもちっちゃいんですか、おてて。ね。え、ココナさんの、え、絶対嘘、絶対嘘。ココナさん156か8ぐらいあった気がするな。ココナさん低いイメージないですよ。ココナさん156センチだ。こんにちは。いいの、あと1センチでココナさんになれる。やんなー。慣れはしんけど近づけれる。身長一緒ですって言える。ココナさんまだ伸びそうだな。かわいい、 Thank you。 縁は2メートルくらい。
2メートル。そうなんだ。なるほどね、ショールームのプロフィールね。ニナ君ショールームのプロフィール153かな。けど目指せ160なんやけど、160。こんにちは、目指せ160。さささ最高で、ジャンプいっぱいしてるからちょっと伸びたんかな。153センチやった。けど153センチっていうのも好きやった。なんかだって橋本環奈さんと同じ身長だもん。板野友美さんとかとも近いし、アリアナグランデさんも一緒。確かに NNB 高い人が多いかも。てか最近みんな高い人多い気がする。かわいい。そうやね、7期生が背が高い子が多いから。みゆたんも158ちゃうかな。越したいなみゆたん。ちょっと伸びたからって希望持つやつ。あと5センチは厳しいやろな。毎日ジャンプしてた。いや、有言実行すると、えいえいおー、あと5センチ。こんにちは。どんぐりのスイクラブ。レナタンさん多分めっちゃ高いでしょ。ハロー、シロムフロムインドネシア。わあ、ジャンプした時頭なんぶつけちゃう。はじめまして、よく当たりました。お、ほんまにおめでとう。これからけど当たりやすいかもですね。席も広がったし、緩和されてね、よかった。7日？
なくんいないよ、なのか。ガチですので安心して押さえてくださいね。はい、わかりました。こんにちは。そうですよ、レナタさん。身長がでしょう、きって。やったんない？よっこらせんのせ。星はいくつ見えるか、何も見えない夜か。前髪が調子悪いの今日、わかる？この時間帯みんな忙しそう。昼とかの方が来やすいよね。約3年ぶわー、ありがとう。3年ぶり、こんにちは。コインクから忙しい仕事頑張ってね。いなくんもカキカキするね。やった、いなちゃんのパフォーマンスが好きだからって言ってくれて嬉しい。こんにちは。そうだ、あのなんかあれも決めないとね。何グラのやつ、 iPad ゲットして、ゲットしたいな iPad。あれ1 iPad の2何だったっけ。
ゆな、やっほー。ポケットモンスターみたいな目になっちゃった。マヨネーズ製作マシン、配信に使えるホワイトボードってさ、どんなんなんだろうね。確かにタブレットってなんかピンからキリまでですよね。携帯機種変してきた。レッスン場にあるでかいやつだったら笑う。何レッスン場にあるってないよ、そんな。黒板みたいなでかさ、あったっけ。携帯新しいのに、ティナの一発目に見た。嬉しい。やあ、アシチャハタありがとう。アシチャハートありがとう。こんにちは、かわいい、ありがとう。できた。じゃあランキング読むね。13位、リャグ45さん、ありがとう。モアメの返信感動した。あ、こないだも言っちゃった12位、タカさん、ありがとうございます。11位はユキヒラくん、ありがとう。10位はナッシュボーさん、教えましてありがとうございます。9位はトリアジさん、いつもありがとう。8位はコトハちゃん、たくさんコメントありがとうね。7位はサムさん、
ありがとうございます。はじめまして。6、あ、はじめましてじゃない、ごめん、ありがとう。6位はショールームさん、はじめまして、ありがとうございます。5位はゆうきたこくん、ありがとう。4位はビョンちゃん、いつもありがとう、もう聞こえてないかな、ビョンちゃんありがとう。3位はコロワンワン、ありがとう、いつもコロワン。2位は FFF さん、いつも助けてくれてありがとうございます。そして入る1位はめっちゃ声に当たりたいマミさんでした、ありがとう。ありがとう。今度のテーマ、マスコット、マスコットキャラクター何にしようかな。今日の夜も配信する。どうしようか、マスコットキャラクター、ちょっと考えときます。じゃあ今からちょっとレッスン行ってきます。時間したかったけどちょっと間に合わないので行ってきますね。ペンママさんの一言、夜も皆さん待ってます。多分今日夜もできると思いますので、配信場所わかんないんですけど、どこか、また夜お会いしましょう。バイバーイ、ありがとうございました。変な時間にやったのに来てくださった皆様。